千葉の大学に進学しました。でその後は、埼玉の八方旅館のところで結婚式の仕事に携わりました。接客のアルバイトの経験からやっぱり人と関わることが好きというのがあったので、ウェディング業界を志望しました。最初プランナー志望だったんですけれども、実際の仕事っていうのは、サービスの仕事がメインで、会場のセッティングであったり当日 あのサービスというのがメインだったんですけれども、もちろんそこもやりがいはあったんですけれども、自分自身でこうお客様を獲得したりだとかっていうところに興味があったので、そういうところでちょっとこうあの転職っていうのをあの志望しました。衣装 あの興味があったので、そこで、まあ、名古屋ではあるんですけれども、名古屋であの衣装の、まあ、メンズの新郎さんのタキシードをコーディネートするというお仕事に就きました。その次が、大阪で、全く今までと違う仕事に就きたいとあの思ったので、チラシとかを作る広告代理店であの仕事をしていました。で、はい、今ウェディングの営業職を実際されているわけですが、はい、今のお仕事の魅力は何ですか？私自身のこう接客であの決めていただくっていうこともあるので、そういった意味ではすごくこう、まあ、自分自身の接客次第であのお客様をこう、まあ、会場を選んでいただけるっていうところがやりがいです。ご親族がみんな集結したりとか、関東に行ってしまった友達もそのために戻ってきてくれるっていう意味では、一日にあのみんなが集まってきてくれる日ではあるので、そういった日にだからこそ伝えられる感謝であったりとか、あのそういう思いを伝えられる機会っていうのが結婚式だと思うので、そういった価値をこうあのお伝えしていきたいなと思っています。まあ、スポレックと呼んでいるんですけれども、あの、まあ、行きたい人が青森の、まあ、体育館を借りてバドミントンであったりとかバスケットであったりとかっていう自由にこう、まあ、社員の交流を深めようというあの意味合いであのやっているものが月1回開催していますね。関わることがない部署の方とも関わることができるので、はい。